人でやってる上では、依頼があるとしても気楽なものだが。集団作業としてやるとき、それはやっぱり、違う面倒があって。ガンダム、にも実際はある。ゲルググの腕は、実は曲がらない。が、劇中では、漫画だから、その断言で強引に曲げているような。夢落ち、が使えなくなって久しい。過去に戻ることはできない。その倫理観による。しかし過去に戻らなければ、実は、技かもしれない。状況は前に進んでいるのだ。機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ、第19話で、どう考えてもおかしい矛盾が出てくる。しかし実際、そこにそのシャトルがあるのなら、なぜ最初から乗ってこなかったのか？要するに、本当はその戦闘は、起きない。それじゃガンプラ売れないだろ。強引に、その絵を作った感じ。目的は何か？商業的成功とは。